OK です。お父さん、待ってください。歩調を合わせていこう。ゆっくり行こう。お父さん、私を先頭にしていこう。沢沿いに行くんじゃない？いいえ。まず、まっすぐ。そう。大丈夫。時間はたっぷりあるから。この竹林で、300本以上。お父さん、私についてきてください。なんか、お父さん、ちゃんと。歩調を合わせて。お父さん、私は先頭で行ってください。はい。じゃあ、メモ持ってきた。メモあります。肌？水。肌？勇気ある。もちろん。なんとかの子な。で、こう、右カーブ。ちょっと、休憩しましょう。いや、まあ。これはしてくれるじゃねえか。ここ一瞬はもう道路がなくなってる。お父さん、私を先頭にしてください。撮影もあるからさ。はい。大丈夫ですか？ここを、先分けていくんだけど、先分けるのが嫌な場合は、ちょっと遠回りになりますね。まずは、先頭にしてください。行きましょう。お父さん、私は先頭にしてください。多分こちらだと思うんですよね。いや、私はまっすぐに登った。どっから？で、そこをずっとかき分けてまっすぐに。あ、そうだ。草なかったから。ちょっとここ入って、3つ目だよ。ここの竹の子もね、早いとこ掘り取らないと。竹になってしまう。もうちょっと、やっぱりこの前登るんだった。虫が出てきちゃうから。沢沿いじゃねえの。ちょっと私は先頭にしてください。お父さんが移ってしまいます。はい、大丈夫です。はい、こういうラインですね。せっこも使ったらいい。もう無理だ。何やる？歩くの？休憩しよう。大丈夫。こっからで平らになる。フラットになる。
父さん最後にいつ登った？ほんとね、いや最初で最後だったんだな。ほう、だからいつかというと50年前。10年ぐらい前になった。そう、うん、それはなぜ登った？うん、登ってみたいなと思ったから。うん、それまで実は登ったことがない。うん、左側が川ですね。はい、ここは昔、炭を運ぶ道路。あ、そう。炭や木を山でやって、それを長いソリに乗せて、冬場。うん。もう、三郎さんとか、光一さん、めっちゃ後輩、滑らないように飾ってくれて。うん。カエルが鳴いてますよね。うん。ちょっとね、紙払いしてないから整備をしてみて。何？山椒？うん。粉山椒とか、香りづけにしたい。ここは滑落の危険がある。滑落の危険がある。滑落の危険、行き止まりです。まっすぐ行きます。よし、お父さん 先に行ってください。うん、蜘蛛の巣があるから。はいよ、こんだけね、竹の棒が役に立つね。あ、そう。うん。どういうこと？竹の棒で、まあ、例えば、枝とか、蜘蛛の巣とかを、洗いながら。そう。ホース？うん、横に。はい、ありますね。あれがね、こういう方ね。うん。3本の水を引くためにね、うん、この川から引っ張ったのにね、今年からこの3本を私が、うん、引けるんだけど。そう、うん。ちょっと、編集が面倒だから個人名を出さない。ああ、はいはい。1キロぐらいホースを、うん、この1000メートルぐらい。そう、こっから引っ張ってるわけ。うん。うん。すごいよね、この構図という。うん。なんか、あそこに綺麗な花が。はい、ありました。はい。それは。つけてもいいよ。大丈夫？大丈夫、それは。大丈夫です、それは大丈夫。むしろ記録になりますから。そう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 。
ここさ、出てもおかしくないでしょ。クマ。ああ、出てもね。ガー行き止まりです。ここを越えます。これがな、くぐっていきます。ここまででチェーンソーを切って。うん。どうする、はい、下を決めりましょう。そう、はい、上ね、上を越えてもいいんですよ。うん、よし、開いて、大丈夫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 、えい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 、無理だ、いや、無理だ、いや、これはやばい、あいてて、ほらちょっと無理だ。いや、それはそうなるよ。ああ、ああ、うん、足元がね。待て、待てよ、さい、待てよ、さい、ここは無理だろう。道がない。ああ、ね、こうなるよ。いや、じゃあ、こう、落とした。うん。ほんと。ああ。うん。うん。え？いや、滑るよ、お父さん。どう？え？うん、あ、そう、うん、いや、これはね、うん、とても無理だ、うん、まず私を先頭にしましょう、うん、ちょっと先頭にしましょう、どうぞ、足元が悪いので、ちょっと、うん、まっすぐです、あ、無理だ、草があって、いけません。何？間もなくガードレールが見える。本当？どういうの？はい、まっすぐです。まっすぐな、はい、登ります。いや、あの、下から行くと思う。お父さん、そっちなんじゃん、そっち、そっちなんだ、はい、はい、行きます。何？あ、行ってて、ダメだ、転んでしまい、転ぶんだよ、うん、
いや、私はね、右手でカメラを持って。開いて。いや、とても無理だ。お父さん、お父さん、とても無理だ、これ。うわ、ちょっと。え？うん。うん、だから。お父さんちょっと。お父さんちょっと。あのリュックを上げてください。なんかリュックが低すぎる。リュックお願いします。何この子、なーらこんな最大に伸ばして、今日ね、4時間睡眠、4時間睡眠、おお、ここも置いていかなきゃいけないですね。うん、いける？こっちの方がいいんじゃない？こっちだ。あのさ、蛇の可能性もある。大丈夫、大丈夫です。あ、ちょっと、いや、はい、下をくぐるべきだったが、うん、ああ、超えた。でしたね、うん、先ほどまで、うん、ここには、うん、水が流れていません、うん、通っていきます、うん、いや、ちょっと待とう、まずはちょっと待とう、疲れた、うん、
この中を通ろう。でも滑って上がれないんだよ、うん、ちょっと4時間睡眠だから。おう、マスト、今日の登山をやめてみてるか。いやいやいや、はあ、足滑るから。いや、ちょっと場所先頭に、急すぎる。さあ帰り、お母さんに迎えに来てもらおう。この上に登記されてる。うん、先頭にしようぜ。はい、先頭にしようぜ。ちょっとね、もうすぐガードレールがある。急すぎる。よし、もうすぐ。どっちからいい？どこでもいいよ。ゴロゴロしてる石のところに行く。90だな。頑張れ。父さん。あー。いや。父さん、父さん、半分まだ、うん、もうやめましょう。お父さん、あのここまでお母さんに迎えに来てもらおう。いや、ちょっと心臓を触ってみます。マジで。
んでした。いや、息が上がってん。一発飲んだんでしょ。4時間だから。うん、睡眠だから。ここまでは来たったんでしょ。来てない。来てない、来てない、来てない。カハがあれ、借りない。で、この道路っていうのは、サルサーの途中から入ってこれる道路だね。うん、いや、もうやめましょう、これ。俺が行くぜ。待て、どうさ。危険だ。何言ってんの、やめよう。止まんねえだろ、こんなところで。いや、まずここでやめましょう、今日は。ちょっと4時間睡眠。うん、どうしよう、そこだよ、たったそこ。だって、また同じようなやつでしょ。いやいやいや。この沢自体に登ってるのが大丈夫だ。ほんと。うん。ずっとだけ。ちょっと。設定を10秒で手にしやすいものは手にした上で自分のエリアをどんどん広げていくっていうことをやっていけばいいと思います。もちろん聞いていて可能性が高い、紹介ですよって言ってるわけじゃない。ちょっとね、やっぱりダメだ、ドクターストップだ。大丈夫だ、ドクターは大丈夫だと言ってる。ちょっと気分が悪い、うん、あ、青い顔してるよ。だから、だから。なんだっけ、じゃあ俺が言ってみたら。ほんと？うん。ユーキの道の人で行こう。うん。いやいや、いやいや、一人では行かない。危険だ。うん。行ってください、行ってください。じゃあ、帰ろうか。うん、帰りましょう、帰りましょう。ちょっと、お母さんに迎えに来てもらおう。あそこの上にあの鉄塔が見えるでしょ。はい。あれあの高麗山のところから引っ張ってくる。ほう。ですね。うん。あれはあの山を越えているんだけど、はい。萩ヶ崎山。はい。も越えてる。うん。お父さん待つんだ。お父さん待つんだ。